新古典主義の音楽は20世紀前半、とりわけ戦艦期に主流となった芸術運動の一つ。講述するように19世紀にも新古典的傾向の作曲家がいなかったわけではないが、学派や音楽思想として一大勢力を成していたとは言い難く、また理想とされた古典音楽の意味内容も19世紀と20世紀とでは異なっていた。 新古典的傾向の作曲家は19世紀にもフェリックス・メンデルス・ゾーンやヨハネス・ブラームスのほかアカデミズムの作曲家に見受けられたがこの場合に想定された音楽の古典はバッハからベートーベンに至る18世紀の音楽のことだった一般的には中でもブラームスについてロマン主義者の中の新古典主義者といった評価が今なお通用しているこれは ブラームスの作曲家としてのいくつかの側面を当時の時代環境の中で位置づけたものであり、シューベルト以前のウィーン古典派を信奉し、伝統的な規模や音楽観、明晰な楽曲構成を牧手しようとした作曲態度について使われる。ブラームスの音楽はしばしば新ドイツ楽派の作曲家の特徴に否定詞をつけて説明することができるように、本質的には保守的であった。 ブラームスの旋律法は、ワーグナーの無限旋律と違って、小さな学説の集積から成り立っており、ワーグナーやリストと違って、調整内視は、調整感を極限まで拡張しようとはしていない。また、アントン・ブルックナーのようには、豊富な素材を用いて、学章の規模を拡張しようともしなかった。両者の違いは、新ドイツ学派の作曲家は、 ベートーベンが新たな道を指し示したと考えたのに、対してブラームスはベートーベンが古典的な音楽のあり方を完成したとみなしていたことにも現れている。かつてはセザール・フランクやエドワード・エルガーもブラームスの作風との表面的な類似から新古典的なロマン主義者とされたが、彼らの還元楽曲や公共曲に見られるような調整感や 楽曲構成の拡張という点では、新古典主義ということができない部分がある。また、リヒャルト・シュトラウスは、特に後半生で、拡張された調整や火星法を踏まえながらも、しばしば、モーツァルトやメンデルスゾーン、ベートーベンへの回帰を模索しているが、やはり過去へのロマンティックな同型を超えるものではなかった。単に儀古趣味というだけならば、19世紀においても、 リストのいくつかのオルガン曲やグリーグのホルベアの時代からチャイコフスキーの弦楽セレナードやオペラ、スペードの女王のディベルティメントなどの例があった。しかし、新古典主義とは音楽上の趣味や感覚に対してではなく、音楽観や音楽思想に対して使われるものである。20世紀の新古典主義音楽運動は、フランスやイタリア、ロシアなどのヒゲルマン系作曲家によって起こされ、 ドイツロマン派音楽とその残止であるフランス印象主義音楽やドイツ表現主義音楽を一括して否定するところから始まった。新古典主義音楽がこれほどの勢いを持ったのは第一次世界大戦への憲悪感やドイツ音楽の低落とそれ以外の音楽の目覚ましい成長、そして主にフランス留学組によるアメリカ人作曲家がこの音楽運動の主な担い手となったことによる。 さらに、19世紀の技巧的な作曲家と違っていたのは、この運動の担い手が、議論好きの論客であり、自らの音楽美学を理論武装していたことである。20世紀における、新古典主義音楽を準備した作曲家は3人いる。カズとは、フェルッチョブゾーに、もう一人は最晩年のクロード・ド・ビュッシー、そしてもう一人は、マックス・レーガーである。ブゾーには、 同時代の動向からロマン派音楽の終焉を予見し、その上でモーツァルトへの回帰、バッハへの回帰を呼びかけている。武蔵には歴史主義的立場に立ってロマンティックに過去を解雇したのではなく、19世紀末のロマン派音楽は動脈硬化を起こしかけてもはや袋工事に入っており、それを脱するには若返りが必要だとの認識に立っていた。したがって、 古典派音楽以前に習って、感情から挑戦とした、どちらかといえば形式主義的な音楽作りに取り組むこと、苦悩や絶望の表現ではなく、優越感の表現を取り戻すことが重要であるとされ、武造に自身その主張に従って、ディベルティメントやセレナード的な性格の気楽曲を量産した。また、番号オペラへの復帰や、オペラブッファの作曲も、その主張と関係があった。 武蔵には、亡くなる前にも新古典主義音楽の理念を自ら擁護している。ドビュッシーは、意識的な、あるいは理論的な新古典主義者ではなかった。しかし、しばしば、ラモーや、クープランを商用し、またモーツァルトへの愛情を語るなど、音楽家として、古典的なものへの憧れを持っており、それが表現の節度を目指すという姿勢につながっていた。また、ピアノ曲では、 早くからバロック部局やトッカータ的な処方を採用している。とりわけ注目すべきは裁万年の三つのそなたである。それまでのように私的な題名に頼らず、抽象的に作品を構成しようとしている姿勢は、戦後の新たな動向を十分に予告するものとなっている。レーガーは基本的にはロマン主義者であり、ドビュッシーと同じく自らの作風を理論武装していた。 わけではない。重厚で入り組んだテクスチャーは、高キロマン派音楽の典型とさえ言うる。しかし、同時代の上官型を排除した、超然とした表現や、機械的、形式主義的な楽曲構成は、武ー二の主張を別の側面から実現するものでも、あった。レーガーは、その意味において、ブラームスからヒンデミットに橋渡しする、作曲家であったと言える。ちなみにヒンデミットは、 レーガーのみならず、ドビュッシーからも影響を受けていた。1900年代に、ブゾーニが自説を改陳した時は、夢物語と一周することもできたが、第一次世界大戦後になると、以前の風潮や、時代の趣味への嫌悪感や、物質的な理由も手伝って、現実味のあるものとなった。有力な演奏家が徴兵され、あるものは落命し、あるものは障害者として戻ってきたため、 以前のような演奏者数が確保できなかった。また、バイマル共和国やオーストリア共和国では、物価の異常な高騰によって、大オーケストラのために新作を書いても特例がない、限り実演が困難であったという事情もあった。さらに、フランスを経由して、ジャズがヨーロッパを席巻した。このような状況が音楽の変化を促した。ストラビンスキーと、その影響このような状況で、 新古典主義音楽の理念を新音楽として提示することに成功したのがイーゴリ・ストラビンスキーのバレエ音楽、プルチネルラであった。この作品が新古典主義音楽のあり方として示したのは、小編成のオーケストラによる透明なテクスチャーや全音階による明朗な旋律に限らない。作者不詳の18世紀ナポリ学派の舞曲を用い、これに、 随所で非機能的な火星をつけるなどの改変を加えている。つまり、ウィーンの古典派音楽ではなく、バロックのイタリア音楽に理想的な古典美の基準を見出しているのである。このようなネオバロック様式は、ストラビンスキーのその後の作品だけに留まらず、さらに広い反響を呼んだ。コンチェルトグロッソを連想させる、還元楽のための競争曲という新ジャンルの開拓や、 ビバルディやバッハの気楽曲に典型的に見出される紡ぎ出し動機の利用などである。ショスタコービチの公共曲第1番はピアノが入っているものの楽器編成が薄く、その限りにおいて古典的である。またこの作曲家のピアノ競奏曲第1番は対照的な独奏楽器群と弦楽オーケストラのために作曲されていて楽器編成が必然的に バロック音楽を連想させる。パウル・ヒンデミットの一連の、室内音楽は、古風な組曲の現代版とも、またコンチェルト・グロッソの現代版とも理解することが、可能である。また、ヒンデミットとバルトークは、無伴奏の独奏弦楽器のためのソナタを作曲する、ことによって、明らかにバッハへの回帰を示している。フランスにおける、ストラビンスキーの代弁者は、名教師、 ナディア・ブーランジェであった。しかし、ブーランジェ直系の弟子のうちで国際的に成功したフランス人作曲家はジャン・フランセぐらいであり、多くはアーロン・コー・プランドやエリオット・カーターに代表されるアメリカ人作曲家であった。大らかな叙情性と古典的な明晰さを保ちながらも、角の情感に流されず、火星法や調整感がモダンであるという。 新古典主義時代のストラビンスキーの作風は、こうしてブーランジェとその門邸を通じて、アメリカ合衆国で支配的になっていった。一方、半音階的な家政法が結びついた、より怪獣な響きの新古典主義音楽は、エルネスト・ブロッホとその門邸のアメリカ人、作曲家によって創作された。フランス6人組、一方、フランスの楽団は、 ストラビンスキーの影響を受けるようになっていたにも、かかわらず、フランス6人組に代表される、フランス新古典主義音楽は独自の路線をとっていた。6人組の精神的な支柱は、ジャン国刀であり、6人組の取るべき方向は、国刀によって規定された。国刀によると、音楽の本来の取るべき道とは、意外で深刻な音楽よりも、楽しく軽快な音楽なのであり、 ベートーベンからドビュッシーに至る19世紀の音楽は道を誤ったのだとされる。それを批判するにはニーチェのワーグナー批判を19世紀の音楽全般に当てはめることが重要であり、とりわけ当時の芸術市上主義の傾向が嘲笑されなければならない。6人組が模範として見出すべきはハイドンであり、またジャズである。注目すべきことに、 アルベール・ルーセルやアルティール・オネゲルのように根底においてロマン主義的な資質のある作曲家でさえジャズや単語を自作に利用している。こうしてフランスの新古典主義音楽はバロック音楽よりもウィーン古典派との結びつきを深めていった。イベールやプーランクがモーツァルトのパスティーシュを作曲しているのもこの流れからすると不自然ではない。エリック・サティ。 六人組がこぞって進歩したエリック・サティも、いくつか新古典主義的な作品を残していることで知られている。ただし、真面目に新古典主義の理念に従ったものでなく、官僚的なソナチネに代表されるように、真面目な古典派音楽を茶化したものに他ならない。この意味で、サティは新古典主義音楽の典型的作曲家であるとは言えない。しかし、 ストラビンスキーやヒンデミットの例を引き合いに出すまでもなく20世紀における新古典主義音楽にパロディ的な性格があることは事実であり、サティは差し詰めそこに宣伝をつけた作曲家であったと言える。新古典主義の風潮の下ではフランスにおいて新大陸から来た大衆音楽との結びつきが重視されたように東欧諸国においても 主に旧オーストリア帝国に属していた地域では、再び民謡が楽曲素材として見直されるようになった。とりわけ注目されるのが、ハンガリーの作曲家であり、コダーイやバルトーク、レオベイネルラは、それぞれの音楽思考に従って、民族音楽の要素と同時代の作曲技法を結合させた。ダリウスミヨは、南フランスの民謡やユダヤ系の民族音楽、 宗教音楽の要素を自作に取り込んでおり、また幅広い世界旅行の経験を活かして、ジャズやブラジルの民族音楽も利用した。アレクサンドル・チェレプニンは、カフカスや東アジアの民族音楽の要素を利用しただけでなく、これらの地域の民族音楽を研究して、チェレプニン音階と呼ばれる独自の音組織を編み出し、作曲に利用した。またラベルも戦後のクープランの墓において、 新古典主義音楽に明らかな関心を示していたが、ボレロにおいてスペインの民族部曲と変奏曲形式を結びつけており、バイオリンソナタは、利己的な二重奏ソナタと副調整に、ジャズやブルースが巧みに融合されている。ファリアのクラブ3競奏曲やエルネスト・ハルフテルの二丁調のォニエッタ・ロドリーゴのアランフェス競奏曲は、古典派音楽の完結さや、 明晰さと民族音楽の要素を釣り合わせて作曲されている。アストルピア・ソラによる一連のクラシカルな作品はこの流れの延長上にあると理解して良い。イタリアではモダニズムとしての典型的な新古典主義音楽はパリでストラビンスキー体験をしているアルフレード・カゼルラやジャン・フランチェスコ・マリピエロによって推進された。しかし一般にはむしろ デスピーギやピツェッティラのロマンティックで復古主義的な作品が有名である。全2社に比べて52社の新古典主義的な作品は直接に過去の文化遺産に依存しているためもあり、超的に安定し、息の長い歌謡的な旋律と魅力的な火星が際立ち、極めて親しみやすい。結果的にこの2人はリズミカルで不協和な風だや、ラヤ、 極度に対応法的なマリピエロとの作風の違いを示している。新古典主義音楽は、戦艦期にこの芸術運動を指導した主要な作曲家が第二次世界大戦後に転向したり沈黙したりすることにより人材を失って衰えていった。ラベルとレスピー儀は戦時中にぶっこし、コープランドは戦後に十二音技法を取り入れながら佳作に転じた。 ストラビンスキーとエディオット・カーターはより急進的な作風に転じ、後者は複雑系の音楽の回祖となった。1945年にはバルトークもなくなった。ヒンデミットは室内楽において表現主義音楽に、一方で一連の公共曲においてシンドマン主義に接近している。フランス6人組の作曲家はなお健在だったが、ヨーロッパの楽団を接見しつつあった。 前衛音楽を前に、すでに時代遅れとみなされるようになっていた。戦後はすでに、ダルムシュタットか期限代音楽講習会を中心に、新しい音楽が議論されるようになり、十二音技法以前の作曲家はすでに過去のものと断じられていた。こうして、新古典主義音楽は、前衛音楽の影に隠れ、芸術運動としての終焉を迎えるとともに、個人の手で、 細々と受け継がれるに過ぎなくなった。その主たるに泣いては、ヒンデミットの弟子であったジークフリート・ボリスとハラルとゲンツマーであった。諸井誠が、新進作曲家として、世界的にデビューした時には、超敵でヒンデミットを模範とする、新古典的な作風をとっていた。おそらくこれは、父、諸井サブローの影響であろう。その他、 小倉明の修作期以後の作風はバルトークらに影響された新古典的な要素の強いものである。また八代明夫は留学中に作曲した弦楽四重奏曲についてヒンデミットやバルトークを研究し、その影響が現れていると述べている。ありがとうございます。